線形動物は線形動物門に属する動物の総称である。線中とも言う。かつては針金虫などの類線形動物も含んだが、現在は別の門とするのが一般的。また、日本では体形動物門の一項として原毛動物、エラエイ動物、道粉動物などとまとめられていたこともあった。海中、便虫中などが含まれる。 大半の種は土壌や海洋中で非寄生性の生活を営んでいるが、同時に多くの寄生性線虫の存在が知られる。植物寄生線虫学では農作物に被害をもたらす線虫の、寄生虫学では人や脊椎動物に寄生するものの研究が行われている。線形動物には人間の寄生虫をはじめ、人間の生活に関わりの深いものも多く、 それらの研究が進められる一方、自由生活のものの研究は後回しになりがちであった。しかし、自由生活のものの方が、はるかに種数が多く、その研究が進むにつれ、種類数はどんどん増加しているので、どれくらいの種数があるかははっきりとは言えない状況である。その最大限の見積もりは、なんと1億種というものがある。これは、海底デイ中での研究において、 サンプル中の基地種の割合から算定されたものである。これが本当であれば、昆虫の種数を大きく抜き去り、地球上の生物種の大半は、線形動物が占めていることになる。土壌中の線形動物はその数も多く、生態的に重要な位置を占めていると思われる。細菌など微生物を食べているものと思われる。線形動物を捕食するものには、昆虫などがあり、また、 菌類には、線虫寄生菌や、食虫植物のように線虫を捕獲する線虫捕食菌というものがある。人には、海虫、漁虫のほか、蚊がベクターとなって、リンパ系フィラリア症や、増皮症の病原体である、マレー史ム虫、バンクロフト史ム虫が感染する。また、魚介類を通して感染するアニサキスも、線虫の一種。特に海虫は、戦前には、 日本人はほとんど全員に寄生していたほどに普通であった。しかし、現在ではほとんど見ることができない。これは、海中の感染経路が遮断されたためである。卵が糞便と共に排出され、それが口に入ることで感染するので、現在のように糞便の処理が行われ、また、畑に下越えが入らない環境では生活史が維持できない。他方、 卵が手から手へと移る行虫は現在でも広く見られるらしい。植物に寄生するものとしては、松枯レ病を引き起こす松の大泉虫や大豆生産上最も問題となる大豆シスト泉虫などがある。1960年代にカナダのバンクーバー島南部のサーニッチ半島に上陸したジャガイモシスト泉虫はこの地方の農業産業を衰退させるほどの損害を与えた。 また農作物に及ぼす障害の形態により、寝腐れ線虫や猫部線虫と呼ばれる農業害虫のグループもある。これらは薬剤散布の他にマリーゴールドや塩爆などのコンパニオンプランツを導入することで減少させることが可能である。農作物へ及ぼす線虫被害を軽減するため、クロルピクリン1、3、ジクロロプロペンなどを成分とした 殺虫剤が用いられる。田畑の土壌中の船虫を駆除するためには大量の薬剤を用いてガスを発生させ燻蒸する必要があることから環境へダメージを及ぼす位置にジブロモエタンなどの薬剤はすでに使用が中止されている。2015年3月11日には体長約1ミリメートルの船虫ががん患者とそうでない人の尿の匂いを 精度よく識別できたと九州大学などの研究チームによってアメリカ合衆国の科学誌プローズ1に発表された。研究チームは匂い分子と結合するタンパク質が犬とほぼ同数あり、飼育の簡単な線中に着目。実験してみると、がん患者の尿の匂いを好んで近寄り、逆にがんではない人の尿は嫌って遠ざかることがわかった。 健康診断で採取した242人の尿を使って調べると、癌と診断された24人のうち、センチューは23人の尿を選ぶことができた。センチューの一種であるカエノラブディティスエレガンスシーノーラブディティスエリゴンスは多細胞生物のモデル生物として盛んに研究が行われ、受精卵から成虫に至る全細胞の発生、文化の過程が細胞系譜として明らかになっている。 C. エリゴンス研究の創始者たち3名は、ジェナティック・レギュレーション・オブ・オルガン・ディベロップメントプログラム・ド・セルデスで2002年、ノーベル生理学・医学賞を受賞している。分子系統解析によって、分類は大きく再編されており、以下の体系も暫定的なものである。特に表記のない分類群は自由生活性である。メルドル BH エトールによる、 リボソーム DNA を用いた分子系統解析では以下のような系統樹が得られている頭部の感覚器の形態から2つの綱に分けられていた。ありがとうございます。